中国の旧正月春節が、いよいよ今週末に迫っている。日本を訪れる観光客が増えるこの時期、中国の SNS では青森県の公式アカウントのフォロワー数が130万人に、青森県の人口約118万人2024年1月1日現在を超えるほどの人気ぶりだ。その人気観光地、青森の今を取材した。海鮮や名物のねぶたを堪能。中国の SNS ウェイボで、公式アカウントのフォロワー数が130万8千人に達している青森県。他府県のフォロワー数と比べてみても、大阪は14万7千人、神奈川は9万4千人、群馬は5万8千人、秋田は3万3千人と、その驚異的な人気ぶりが見て取れる。津軽海峡雪景色。上野初の夜行列車なんてもうねえから。それは津軽海峡冬景色。地方産業が活性化するのは良いことだ。青森は津軽弁を楽しむのも観光の一つ。地酒うまい、海鮮うまい、温泉最高。本当に観光の穴場。日本人は仕事で忙しいから青森まで観光に行く暇ないから。津軽海峡は国際物流の重要地点なんだよな。ああそういうことか。仕事が景気良くなってきたって。接客用の求人が増えてるって聞いたのは、正月に行った時にそんな話があったな。先週青森行ったけど外国人そこそこいたな。まあ新幹線なら東京からあっという間だしな。ものすごい景気が良くなってきてるなと。なんか不思議だったわ。確かに中国人が多かったな。地方の工場で働いてる中国人とか、もしかして団体旅行かと思ってたわ。中国人は雪が好きだからな。函館も県庁所在地になっていればな。雪の中を歩くってだけのツアーでも人気らしいな。ニセコみたいにインバウンドバブル来ちゃう？青森の平均年収200万だから来たらすごいぞ。東京に勝るとは思わない。かと思った。まあ田舎ならいいでしょ。青森だったか岩手で観光系の求人が増えてるって聞いたことはある。そういう流れだったのか。どんどん行ってくれ。観光は田舎の方が面白いってのはあるよな。アメリカでもニューヨーク行くよりソルトレイクシティとかワイオミング州の大自然を見た方が無駄に人がいないしゆっくり楽しめる。日本人よりも外人の方に青森の魅力が理解されないって悲しくならない？日本人にも青森は人気なんだよな。あえて青森を選ぶ人は日本旅行初めてじゃないだろ。俺らだってアメリカ行くなら最初はロサンゼルス付近だけど2回目以降は田舎選ぶだろ。普通はニューヨークみたいな王道じゃなくてサンフランシスコとかカリフォルニアとかフロリダみたいな無名な場所に観光行くよな。サンフランシスコカリフォルニアフロリダが無名だとは知らなかった。やっぱりネットはいろいろと勉強になるな。脱皮崎にも中国人来んの？先進国から来た観光客は東京とかどうでもいいのかな。イタコさんに会いに行ってたら笑う。観光地としてはそりゃ東京より青森だろ。真面目な話日本まで来て東京はつまらんでしょ。東京って何度か来ると同じものしかないって感じになるからな。でも東京にはディズニーランドがあるから。行っても青森とかキリストの墓ぐらいしか観光地なくない？弘前城恐山、十和田湖、奥入瀬、ねぶた祭り、六ヶ所村。オーリンちゃん可愛いよな。ニューヨークと青森は井戸が同じ。まあ悪く言えばグローバル化してない昔ながらの日本らしさってのは田舎じゃねえと味わうことができないっていう。ただそれだけのことよ。最低賃金激安なため同じ日本円でも物価が東京より安価で使い出があるんだろ。特にホテル代や外食代あたりが。青森、っていうか雪国全般に安くはない感じがするけどな。賃金考えたら見合ってねえだろっていう。全国に旅行行って食い物が安いのは九州だな。リンゴは中国では縁起物で語呂がいいから。赤いし風水では幸運のものだから高級品として扱われるし、リンゴ風呂とかバラ風呂みたく喜ばれる。世界レベルで有数の豪雪地帯なのにそこをフィーチャーするのが下手なんだよ。もっと胸を張って世界に誇れよ。青森市街は全然雪なかったけどな。普通に札幌行った方がいい。大人の休日パスで特に何も考えていないと早草で青森往復祭りになるので気持ちはわからなくもない。コロナ禍の前は池袋のサンシャイン60通りが中国インバウンドで大いに潤っていた今では見る影もないが、そういうインバウンドが全国に分散した、ということか。今もサンシャインには外国人観光客がいるけどね。東南アジアが増えた感じがする。多分中国人は地方に観光客が向かってる。青森駅周辺の3000円クラスのビジホなくなるのかな？正直困るわ。弘前は観光地が2キロ以内に詰まってるから移動が少なくて良いと聞いたことがあるけど、恐れ山とか五所川原とかで怖いイメージなんだよね。物価上がるからいいことずくめだな。同胞すぎる。五能線乗りに行く予定だけど調べたら外国人多いようだな。なぜか中国だけでなく台湾でも青森知られてるんだよな。雪が降るだけなら他の東北で良いだろうに。なぜ青森なんだ。青森は日本一平均身長が高いことと、リンゴしかないだろ。よかったな日本に残された観光資源。雪がわかったじゃねえか。青森の自然を見ると外人はそれだけで楽しいらしい。なぜ、こんな観光資源を日本人はアピールしないのかって不思議に思ってると言ってた話が、青森県に聞けばいい。大間のマグロ目当てかと思ってたらそうでもないんだな。観光立国ってリスク多すぎる。理由不明で人来なくなったりするんだよね。人も多い時の少ない時の差大きすぎだし。なので設備投資などは最低限にしないと。青森は意外と美人が多いし。じゃんじゃん金使ってもらえ。
東北は手つかずの観光、資源多いと思うよ。属化した観光地にする、のではなく、移動手段、と、宿を提供できれば、資金かけず行かせる、と思う。甘い。外資ファンドが土地買い占めてホテルチェーンぶっこんでくる。和歌山もそれ臭いのが来てるし。確かに、東北って食うまそうだよな。文化も独特のもの持ってたし魅力的ではあるけど遠いんだよな、西日本隅には。通過東京の中心地ってそもそも旅行で行くところじゃない。渋谷とか新宿なんてキャリーバッグ持って電車に乗るのも困難なのに。青森を英語にするとブルーフォレストでかっこいい。青森好き。リンゴもイカも東京で安く食えると知ったらまた戻ってくるよ。八甲田の山スキー楽しいよ。青森の伝統文化、海洋資源がマネーを生む。都会にできないこと。東京はろくな観光スポットがないからな。お城作りたいとか言い出してるし。旅行とか別に都会に行きたいってものじゃないし。青森は中国人からしたら珍しいものがいっぱいあるんだろ。中国の団体は八戸の八色にも観光バスで大量にやってきて高い寿司や海鮮丼や海産物バーベキュー食べまくってるな。あいつら金あるな。地元民はカップ麺とユニバースで売ってる中国産冷凍食品なのに。青森県庁の公式 X が5万人弱のフォロワーなのだが、青森がクロマグロ、ホタテ、ウニ、イクラ等のトップクラスの産地だってことがバレたのか。しかも安いから函館よりずっといい。昔の小牧温泉、今の青森跡か泊まってるの。ほとんど中国人だろ。上海、香港、台湾みたいに暖かいとこから来る人はほんとくたくに好きよな。小樽で雪の中に沈んでキャッキャ騒いでる中国語話すグループいたから、どっから来たのって聞いたら雪まみれで香港香港行ってたわ。子供か。東京に劣るとは思えないって。そりゃ観光するだけならそうだよ。住むのもそうならこんなにかそらないっていう。夏は泳げて冬はスキーに温泉もあって食い物もうまいし祭りもある。世界でも有数の地域。めちゃくちゃ強いのに、なぜか大河ドラマになりにくい南部家。北部のくせに南部だから。むしろ東京って何もないだろ。ニセコみたいなもんで外人に開発してもらえ。青森県人だが確かに中国人はよく見かけるな。ファミリー旅行というよりは友達同士や夫婦二人が気楽に旅行しに来てる感じする。ねぶたって春節にはないから、その時期に中国人が来てるってことか。案外いいとこだけどね。三内丸山遺跡は描った。青森は観光で行く分にはいろいろあるからな。なんだ結局春節で日本に来てんのか。永住するなら雪が降らない地域にしろ。金がなくなっても凍えることがない。日本の田舎者ほど東京に憧れる。中国の富裕層は東京を華麗にする。田舎だけど東京に遊びに行きたいとは思わない。いつも田舎の方に行く。中国人にとって青という名がつくものは縁起良しとされるからな。注目も浴びやすく、春節の縁起担ぎでもあるんだろう。そりゃ観光で行きたい場所と住みたい場所は違うとしか。富裕層ほど観光では田舎を好む。まあなんとなくわかる。都会人も同じ。観光は田舎へ行くのが楽しい。外国人観光客は、成田や羽田から駆け足で日本全国旅行して回るからな。新幹線で行きやすいところが好まれる。まあ地図見たら穴場感覚あるよな。北海道の下に変わった地形が、的な。コロナ明けに弘前城の桜祭りに行ったけど、中国人の数は東京ほどじゃなかったけどな。桜自体はうまく満開に合わせられたおかげでもうとんでもない異世界だった。青森人は欧米人や中国人みたいに率直な話するから外人とは合うのかもな。放送では山盛りの海鮮丼食ってたな。確かにあれはうまかろう。青森って北海道の場合は遠いような気がする。宅急便でも4日かかるよ。羽田成田から新幹線で行けば今はそれほどでも。ねぶたる身のおかげか。大都市だけで言えば中国の方がでかい都市あるしな。日本ならではのアルファの魅力がどうなのか。それを発信していけるだけのビジネスマンが地方には足りないからな。マジで文化と歴史と工芸品、世界の富裕層はこれに惹かれると可視化されたやろ。日本の地方は勝ち組だな。通貨海鮮丼は家でよく作るわ。そこらの店の海鮮丼よりうまい。北海道ならいつでも価格破壊を起こせる。ホタテの郷土料理がうまかった。ワンツか何減ってるかほでねども、ちょっと何言ってるかわからないですけど。青森観光地も値上げやね。日本人としては青森一番の観光地は青森駅から急性間連絡船乗り場だと思う。北海道に行く人はみんなここ通って渡っていったんだなと分かって感慨深い。魚は北海道よりうまいと思う。北海道はカニのイメージが強いが庶民の口にはロシア産。青森って観光する場所は何があんの？一つも思い浮かばないんだけど。ずんだもん。なぜ青森なのか。隣に北海道があるのに。北海道に行ったことがある人が行き先をなんかさせたのかと。青森の良さが外国人にわかるのか。スマホとか SNS の影響でみんなどんどん秘境に行くようになった。昔は情報もないし定番の観光地しか知らなかったからね。おいらせ渓流は行った時中国人のツアー客がいたが、中国の方がもっといい景色あるだろうに、こんなとこ来てもつまらないじゃないかと思ったんだが。日本人だけど行ったことない。今の日本で明るい材料って観光ぐらいしかないからな。青森って戦国時代は誰が領主だったの？津軽ための部の不野暮でも言うのう。中国人は山が好きらしいからのう。大網温泉行ってきたけど何もなかった。雪すらなかった。あそこは昔税金ゼブゼブで会室内プール作って大失敗してめちゃくちゃ廃れた。中国の雪のある奥地は山と雪しかない。
青森は山と海が接近してあるから、雪山見ながら刺身食べられる青森は人気なんだろ。新青森駅にある福祉課横さんのねぶたに満足しました。うまくはまれば観光客は来てくれるからな。冬の青森とか山口とか日本人でも行かないだろ。中国人、雪に反応するよね。妙なプライド持って偉そうにしているよりはマシやで。どんな境遇でも人間謙虚さが必要や。観光なら東京も青森も変わらんわな。雪景色がいいんだろ。次は山形だな。蔵王とか、秋田と盛岡頑張れよ。都市部は散々見回った観光客だろうからどんどん地方へ移ってってるな。地方の人は東京弁って言うんだな。あんまり聞き慣れない言葉だったから。東京弁と江戸弁とも言うんじゃ。うちの親の世代は一つの発音がちょいおかしい。八戸にも来てんのかな。立花岩壁の朝市とかニーハオだらけになるん。雪見に来たのか。残念だな、青森に雪ねんだ。そういや今は中国人より台湾人の方がお金落としてくれてるって昨日かニュースでやってたな。台湾人寒いとこ好きだな。内訳の6割くらいは東京大阪なら京都だぞ。別に地方に殺到してるわけではない。観光客なら良いだろ。かつて上野駅からおびただしい数の青森行きの特急や急行が出てたからな。ハツカリとかユーズルとかハクツルとか道の駅とか異常特急、八甲田とか十和田とか津軽とか異常急行、それだけ青森って大都会だったんだよ。みんな乗り換えて通過していっただけだけどね。別荘地には最適。定住したって仕事はないから。青森行って思ったのは未だに和式トイレ多いんだよ。外国人観光客余分ならそういうの直しておけよ。主たる産業が農業と観光向けサービス業で青森県が生き延びたら万歳。結局理由がわからんな。新幹線と雪だな。鉄道大好きだし、雪があるとすげえ喜ぶからな。中国人。なお、オーストラリア人は授業で発表してた。確かに海外のスキー場って森林限界以上で岩場が多いからあまりないんだよね。日本って最近マジで東京とそれ以外で分断されてねえか。元に戻っただけ。たった150年ほど前までは無数の小国に分断されてたんだから。薩摩とか会津とかいろいろ。東北や四国や山陰とかに旅行してもらって良さを外部に発信してほしい。春節の時期は雪がないとダメだ。反面、雪があるとこんなとこまでってとこに中国人がいる。山口みたいに一発写真でごまかしてもあるけど。ニセコ化するのはいかがなものか。まず中国じゃ日本ほどの雪が積もらないってのを知らないと、なんでこんなに北国に行きたがるのが理解できないと思うよ。中国は北の方みんな乾燥地帯なのか。実は都市部で豪雪地帯となると、日本がぶっちぎりでトップなんで、ほとんど人が住んでないような僻地は別としてね。はい、雪が降らないならちょっとした平地があれば北の方でも開発しやすそう。中国は広いから一人っ子政策しなくて人口爆発させたら今以上にすごかったんだろうな。というか、まともな頭があるなら寒いだけならまだしも、豪雪地帯に都市を築かないよ。日本在住。青森行ってみたいんだけどアクセス悪すぎない？関西からどうやって行けばいいのよ。空港から遠いし。大都会から来てるからな。東京と変わらんと思うかもな。青森に何しに来てるん？東京はほんの少しの雪降って交通大混乱だから、青森に行くのは正解だったのかも。青森の下北半島はかなり魅力的だよな。別世界に来たなって感じがして楽しめた。雪好きだよなあいつら。国有工廠とか雪降るところあるのになんでだ。静かなブームってやつ？東京って実は何もないし、大阪は楽しかったが。なんか渋いな。大型クルーズ船も立ち寄ってたな。その時は白人の団体がわらっせでねぶた見に来てたけど今は中国なんだな。中国人観光客見かけないと思ったら青森に行ってたのか。岩木さんは良いな。リゾート白神の中で初めて見て以来、独立法フェチに目覚めた。ネイティブ青森弁だと中国人じゃわからんだろうな。日本人だってわからんのに。ちょうどキャンパスで行こうとしてたのに。でも移住しないんでしょ？日本人も地方の観光地に移住しないじゃん。函館からフェリーで行けるしね。中国人が東京来て何が面白いんだろう？40年前に建てられた高層ビルのレトロ感かな。中国人だか台湾人だかは知らんが、横浜中華街にもかなりいるし。北陸に行きづらくなったから、東京から新幹線で行ける遠い場所で見所多くて魚が美味しい場所なんだろ。東京はどこもかしこも人が多すぎるからな。円安以前から日本は観光大国だっての。東京、大阪、京都、北海道が大部分で、青森とか行く人はほとんどいませんな。SNS のフォロワーが多いって別の理由な気がする。東京には見所ないしな。仙台、盛岡、青森なら青森が一番楽しいし。アクセス悪くないのかね。終わり。動画のご視聴ありがとうございました。